This amazing 秋も深まってねだいぶあの冬に向かった足音がちらほらとこう感じられるような季節になってまいりましたがまあ私ね秋生まれなんでねあのー、やっぱこの季節一番好きなんですよだいたい毎年この時期になるとこの話してると思うんですけど、まあ、食いもんうまいじゃないですかこの時期からどんどん、まあ、夏は夏では夏の味覚ありますけど、まあ、秋の味覚が僕は好きなんですよ ね、まあそうですね、まあ、夏終わりぐらいになってくるとだんだん大根の甘さがね出てきてね冬に向けて美味しくなっていったりとか、えー、白菜とかもね鍋に入れたら美味しいなとか思ったりね、まあ、野菜だけじゃないわけですよ。まあ、肉とか本当は秋鮭とか食いたいけどね今ね魚がとにかく取れないっていうことであの魚がね去年一昨年に比べると値段が全然違うので。 なかなかちょっと買って食べづらいなっていうのを思ったりしますよ銀ジャケだってえー、えー、値段になってるからねえー、だって去年さ3尾で200いくらとかだったよ全然うんぜんそれぐらいで買えたよなんだったらあの端っこの切り落としのドバドバドバっていっぱい入ってるやつ6切れ7切れ入ってるやつでもいくらだった300円とかって買えたよ去年ね今年はどうですかもう女は全然もうなんか鮭ちょっとした鮭だって高級魚ですよね え、それから、あと何ですかあの、とにかく、サンマが食えねえっつって。サンマが全然手に入んないってさ、俺サンマ大好きなのにさ、にサンマもうずいぶん食ってないよ。ね、ということで。まあ、日本というか地球の生態系がおかしくなってる昨今でございますが、あのー、最近ですね、まあ、この、あの、クソ暑い猛暑がね、超えて今なんですけど、まあ、まだちょこちょこ暑かったりね、するじゃないですか。あの、いろいろね、健康第一で生きてる、この、私のね、今年のスローガン。 あの、空調設備を気にせず使うっていう。あのね、やっぱね、自分で電気代払ってっからさ、やっぱ気にしてるわけっすよ。エアコンつけっぱなしってどうなのとか。 で、あの、前にね、ここに越してきた時とかに、ほぼほぼ全部最新家電に変えたって言ったら、電気代がクソほど安くなったって話をしたと思うんです。だ結局そういうところで、あの、古いね、家電とかを無理して使い続けて、結果的に節約して使うみたいな宝の、なんだ、宝の持ち腐れじゃないね。もうダメになったものを無理して持ち腐れてるって、もう何もいいことないじゃんみたいな状態を、まあ、変な話、ずっと続けてた、あの、反省だった気がします。 でだからあの特に今住んでる2個前かな2個前のところでも、まあ、最新エアコンに変えた時には結構驚いたしあの何、ー、だろう古いエアコン使った時と電気代が違うみたいな話はあったんですよで、まあ、その時からやっぱ自分で電気代払ってますけどやっぱりエアコン仕様についてはピリついてたんですよねでもね今はねそういうことを考えるのはねまあナンセンスかなとまあ夏場さ節電してくださいっていうことを言われたらよそれは節電しますよあのただそれもさ 例えば、エアコンをそのね、2個も3個も無駄に使ってねとかって言うんじゃなくて、えー、っと、1個に絞るとか、あるいは無駄な電気が出ないようにみたいなね、うちなんて電気代安いですから、あの、これ以上節電するとこあるかっていうぐらい節電してましたよ。でもそれでもね、空調設備は普通に使った。あの、やっぱね、体を壊したり辛い思いをしても意味がない。あの、そこは重要。うん。で、ただその代わり、あの、寝るとき絶対マスクするようになりました。 もう夏だろうが冬だろろううがが冬俺は寝る時にマスクしてたあのー、使い捨てじゃなくて布のやつ。あの別に火星予防するわけじゃないからとにかく湿気が保てればいいからあの湿度を保ちやすいものをいろいろ研究してった結果布のマスクになったんですけどあのね喉の潤いが全然違うね。あのだから翌日喋ります。まあ俺基本的に毎日喋るけどあの喋るのが仕事だから毎日喋るけどやっぱ全然違うね。 あ,のであとはね寝不足をしないっていうのも大事だねまあそんなところで皆さんも健康管理いろいろ工夫してみてはいかがでしょうか家電の見直しあの別に電気屋の回し物でも何でもないですけどあのね実際に自分で判断して家電を新しくするっていう経過を経た上で家電は新しい方がいい方がよ間違いないまたラジオやるラジジオオやこれ企画何本目い,いですよか、はい、カンパレス 見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だヤマトリンンンンのララジジオカンファレンス略してラジカン、改めましてメインパーソナリティのヤマトリンです。ということでですねえー、今週はお便りがありません。 うん、先週お便りくれって言ったのになそれはそりゃそうだこれまとめ取りださっき取ったやつそのまま続きで177回取ってるぞあのー、収録の時間が取れなさそうなのでもうさっさと取ることにしましたということで、えー、今週は先週の続きガルプラのお話の、えー、と私が最近頑張っていることに話が進みますえー、まあね多分これが放送される頃には一旦ね多分ねあの留飲が下がるというか次のフェーズに話は進んでる気がするけどね えー、なのでこれを収録してるのが9月の頭ですから9月頭段階で俺が頑張っていることまあ仕事の合間でねやってることを紹介しようと思ってますまあ、えー、私はね常にこう言いますよ健康第一ほろべ転売ヤヤマトリンのラチョカンファレンス177回うん今日も始まるぞ あんまりこういうキャラ柄じゃないな。えっ、ー、と今週のトークテーマは前回に続きましてガルプラのお話でございます。えー、ガルプラヤマトリンがやってるガルプラ頑張ってること編っていうことでねまあ先に結論を言いましょう。ドールハウス作ってますえー、具体的にどのようなものを作ってるかと言いますと最初はあのこの間ね前回の更新でね言っているまあ背景が欲しいと。 女の子の部屋の中にガルプラがある状態で撮りたい。写真が撮りたいっていうことで、まあ、作ってるわけなんですが、あのー、最初はね、いろいろこう調べていって、例えば、あの、フローリングのシートみたいなやつね、ミニチュアサイズのフローリングのシートとか、あるいは実際のね、実物体の壁紙100円ショップに売ってるじゃないですか。あれを、いつものプラモデルを作るときにやっている、えっ、ー、と、フレーム、フォトフレーム、フォトフレーム買ってきて、えっ、ー、と、スチレンボードを置いて、 えっとじゃあスタイロフォームかスタイロフォームの板を置いてで周りにぐるっとそのシールを貼ってねあのわかんないような木の感じにしてでその上にそのシートを貼り付ければ、まあ、床になるで壁は適当になんか、あのー、何ですか安い、あのー、プラダンとかを買ってきて、まあ、それにまた壁紙を貼ってら全然いいじゃないかぐらいに思ってたんですよでいろんなのを調べてったところでそれでもやっぱり物足りないやってる人もいるで全然それでうまく取れてる人もいる なんだけどなんかお手軽にやっちゃってのこれはちょっともったいないなって思ったんですもちろんヤマトリンのジオラマルールはお手軽にできるだけワンデイでいけるようにするっていうのはありました例えばガンダムとかはそうしてますこれはもうそういう縛りでやってるところもあるのでそれはそれでいいんですけどあのー、なんだろうこの女の子プラモに関しては雑に作ると女の子を雑に扱ってる感じになるガンダムはね あのじゃあガンダム雑に扱っていいのかその言い回しだったらガンダム雑でいいってことになるじゃないかって話になるんだけどこれはちょっと違っていてあの大きい144分の1っていうスケールにスケールダウンしてるから荒っぽく雑に作っていった方が俺の中ではしっくりくるあの仕上がりになるんですよ。特にロボットアニメの ちょっとロボットアニメ昔っぽいロボットアニメの感じにしたいってなると今みたいなすごい書き込みのね解像度の高いアニメっていう雰囲気よりは解像度が低い昭和のロボットアニメみたいな絵面にしたいってなったら俺の作り方の方が早いしたくさん作れるしっていう意味ではいいと思うんですだか,だから狙ってやってるところもありますでだけど今回のガルプラに関しては非常に新しい文化だしやっぱ解像度高めにこっちは挑戦してみたいって思ったのとあのー、なんだろう日用品を ちっちゃく作るときに雑に作るとガンダムの雑さとちょっと違う意味で悪目立ちするところがすごくあるっていうのに気づいたんですよ。だから、あのスケールが合ってないみたいなね、感じになるのは嫌だったからさ。だから、やっぱちゃんと作んなきゃいけない。じゃあどうしようって思ったら、床はフローリングをちゃんと自分で木の板から設計するって話になるんです。 で当然12分の1スケールだからフローリングの幅だって12分の1からにしていかなきゃいけないってなった時にうわーこれ大変だぞって思っていろいろ調べていったらやっぱ賢いい人がいるわけですよまず床の第1段階はえー、っと、まあ、まず床編だったんですけど最初。まずえー、っと A4 のフレームを買ってきましたフォトフレームを買ってきましたこれ100円です。でこれ A4 のフレームの中のね大きさって大体ね 6畳間の12分の1より気持ち小さいくらいなんですよ。これじゃねって思って買ってきて。で、えー、っと、MD ボードって言って、あの、木目があんまりないタイプの木材っていうのが同じく100均で売ってて、これも A4 サイズぐらいなんですよ。で、これ買ってきて、で、100均でノコギリ買って、いらないところ切り落として、で、上に乗っけますと。で、それだけだとただの木の板だから、その上にフローリングを作っていかなきゃいけないんですけど、これは何で作るかっていうと、僕は、あの、 コーヒーのマドラーの木あるじゃないですか。100円ショップで50本入りで売ってるんですよ。あのコーヒーマドラーの木を買ってきて、それをハサミでこう長さをこう合わせてちょんぎってって、四角いね。マドラーだからこう先が丸くなってるでしょあの丸くなってる先っぽを切り落として、一個ずつ床にずらして貼ってってっていうようなことをするわけ。その MD ボードの上に。で、全部貼り終えて、で、上にニスを。 このニスもセリアに売ってるんですよ。セリアでフローリング用のニスを塗って、で、コーティング剤塗ってってやってって、本当にミニチュアの木のフローリングを作ったの。で、それをいつも通り、えー、っと、フォトフレームの内側、あの下をね、あの解体して貼り付けて、その上に、えー、っと、スチレン、えー、っと、なんだ、あれは、えー、っと、スチレンフォームかなえー、っと、を、スタイロフだ、スタイロフォームの板を買ってきておいて、それを、 えっと、その周りに、あの、あれだ、補修の、えっと、なんだ、家財とかに貼る木目調のシールの細いやつがあるんです。これを買ってきて、これを周りにぐるっと貼って、で、こうきちんと折りたたんであげて、で、そうすると、あの、台座のさ、高さが出るんですよ。段が出る。で、その段の部分は、そのシートで貼ってあるから木っぽく見えるのね。中はもちろん軽い、あの、もうスッカスカの、あの、スチレのボードなんですけど。 で、その上にさっき作った MD ボードに、あの、そのフローリングが完成してる状態のものを乗っけて圧着すると。で、こうすると、ちゃんと、えっと、フォトフレーム、木、木のフォトフレームのう、で、その木のフォトフレームをニス塗ってさ、で、木のフォトフレームの上にちゃんと木の段、木に見える段があって、その段の上にちゃんとフローリングが乗ってるんですよ。ここまで来て、でもこれ作るのに一週間以上かかったかな。 いや、すげーちまちま作ったんで、ええー、時間かかったんですよ。で、やって、だって聞いただけでめんどくさそうでしょでも、単純作業なのよ。で、なんかラジオをね、あの、いろいろやったり、あと、最近いろいろ脚本のやつも、まあ、ビステリオの脚本なんですけど、結構いろいろ考えなきゃいけないことが増えてきて、まあ、9月また再連載があ,あるんでね、それに向けて一応考えたりとかっていうのをやるときに、こういう作品見た方がいいよとか、ちょっとアドバイスいただいたんです。で、その作品を、まあ、もちろん結構、あの、絵にとらわれずに、 あの、しっかり耳で聞こうと思って。でやってる時に、あの、木の木切ってる時って本当に俺無心になるんですよ。その、あの、フローリング作ってる時無心で、あの、耳だけ研ぎ澄まして、木作りながらやってって。で、ペタペタペタッタつけてっていうのをやってて、めちゃくちゃ資料を見るのにははかとった。それこそ前にデビルマンレディの話してたじゃないですか。あの時はやってたんですよ。だデビルマンレディだったりとか、えっと、ガンフロンティアとかを見ながらずっとやってたんです。 で、まあ、8月の後半戦ですよねにちま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 作ってもう半月ぐらいかけて作ってで最初は床だけでいいやぐらいに思ってたら当然壁が欲しくなってきてで壁も売ってるんですよ合板が100円で,で100円で合板買うとえっとその六畳間の壁四隅に壁があるじゃないですかそのうち2枚は作れるんですよ。でまあ100円で買ってきて合板2枚。 でその合板はあの片付けられるように俺着脱式にしようと思ってスコンって差し込めるように設計したの。 で、そのために、外側にその差し込むための、えっと、フレームみたいなやつも、あの、ヒノキの棒買ってきてね、ヒノキの棒ですよ。もう、我々が旅立つ時には必ず最初に持っているであろうヒノキの棒ですよ。角材ですけど、ね。意外と痛そうだよな。そのヒノキの棒まあ、これも100均で売ってるから、100円で買ってきて、それにもニス塗って、さっき余ったニスを塗ってだ、貼り付けてだ、で、スコンってこう壁が入るようにして、で、ただの壁に、その、これ、壁はさすがにね、壁紙はシール貼っただけ。 でもね、全然いける。あの、スケール感も問題ない。いけるって思って買ってきて、で、貼ろうかなって思ったんですけど、窓ねえなって話になるんですよ。窓欲しいじゃないですか。窓開けようってなって。で、そのさっきの百円で買ってきたノコギリをうまいこと、ハっキとかを上手に使ってね、カッターとかも使いながら、綺麗にこう窓のサイズをくり抜くわけ。で、これもさ、ベランダに出ていくタイプの窓とさ、腰から上しか開いてないさ、窓みたいなやつをさ、作るんだけど、それをやるときにだ、ね。ちゃんと調べるわけですよ。 窓を1分の1スケールににするにはどうしたらいいか前回話した通り、ガルプラっておよそ12分の1スケールだから、部屋は全部12分の1で作りたいってなった時に、ちゃんとその A4 サイズの中に作った、その家の中に、いかにその12分の1の窓を設計するか、計算するわけですよ。計算して穴開けましたよ。で、穴開けて壁がスコンと入るようにしましたよ。でもそこで壁紙貼ると。で、この時点で、おおよくできた。 でも、窓って、穴開いてりゃ窓ってわけじゃないじゃないですか。開け閉めできるようにしないといけないんですよ。で、ここでもうだんだん、すでにもうガジガジドールハウスなんですよ。ここまでやってたら。で、じゃあ、ドールハウスの窓を作ろう。でも、俺が作りたいのは、現代の日本の、その何、何えっ、ー、と、戸建ての2階とかにある、一般人の住んでる家の窓が欲しいの。だから、スライドのカラ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 パターン。 っていうあのよく誰しもの家にあるあれですよ。あれが作りたい。で、じゃあドールハウス窓って調べると、あのメルヘンチックなさ、蝶津街の窓が出てくるんだよね。それとちゃうんよ。あの、剣と魔法の世界的な感じの窓が出てきちゃって、みんなやっぱりメルヘンだ。やっぱりドールの世界って結構メルヘンな世界を 構築したい人が多いからドールハウスで調べたり本とかを見ていくと全部そういう窓だったんですよいわゆる一般家屋の現代の窓ってなかなか出てこなくてもうこれはゼロから俺が設計するしかないなってことになりやりましたよ設計ゼロからやりました えー、プラ棒を買ってきてですね。<laughs> レールってどうやったら作れるんだろうとか思いながら、まあこんなんでいけるべって言って一個ずつこうね、プラ板を貼り付けてって窓枠を作ってだ。ね、酸を作って、でその酸の中にスコンってはまるような窓を設計して、でも窓つけるってことよ。網戸が必要じゃないですか。稼働する網戸が。作りましたよ。網戸はごめんなさい。現在制作中です。ただ網戸のフレームはできてます。で、窓のフレーム、窓ガラスはりガラスにして、 でちゃんとあのカチンカチンとあのほら鍵があるじゃないですか回すだけのあの鍵とかもまあ回ってねちゃんとロックはできないよできないけどちゃんとそれっぽいものをプラ丸いプラ棒とか薄いプラ板とかを貼り合わせて作ってだ塗装してだでこの透明のプラ板をこうきれいに丁寧にやすってすりガラスにしてトップコートを拭いて表面をきれいにしてほいで持ってこう貼るというようなことをしてですねちゃんと動くスライドのええー、作りましたよ初めて。 全くやったことがない。考えたことすらなかったけど、俺の中ではめちゃくちゃ出来がいい。っていう感じのものができております。まあ網戸もね、ちょっと次どうしようかなっていうところで、網戸は今ね、その網戸部分、網部分ですね。網部分どうやって解決しようかなこれ本物の網使いたいけど、本物の網戸の網だとちょっと大きすぎるんですよね。だ十二12分の1ですから。で、かといって、じゃあ12分の1の網目ってなると、多分ね、透けないんですよ、向こうが。網戸らしく。 あの、網そのものが細くならなきゃいけない。でもそうなるともう雲の糸レベルになってしまうので、やっぱちょっと嘘つかなきゃいけないんですね。だその嘘をどうやってつこうかなっていうところは、ちょっと今開発中っていう感じになってます。いや、楽しいですね。で、これ作るじゃないですか。で、女の子の部屋ですから収納スペースが必要なんですよ。次はクローゼットがいるんですよ。で、でももう俺のね、今壁が2枚しかないんです。だって撮影するわけですから、かき割りでいいわけです。だから壁2枚でいいでしょ でも反対側の壁さ、欲しくない俺、しかも着脱式にしたんだよ。着脱式にしたってことは、反対側の壁も着脱式にしておけば、好きなところを外して、好きな角度から撮影できるじゃん。あ、これはいい赤っつンだぞってなって、反対側の壁作ろうかなって今なってるんですよ。反対側の壁にクローズつけたい。で、さらにもう反対残り1枚のところには、ちゃんと出入り口の扉をつけたいよね。なんかすでに結構ガチガチのドールハウスになり出してるっていう。今ね、そこまで話が膨らみ出しています。 これはいつ完成するのか。今年中は無理ですね。仕事あるからね。俺もね、遊んでるばっかりじゃないんですよ。ちゃんと動画の編集とか音響の編集とか曲の制作あるんです。ね。やってる中でこれですから、いや、難しいですね。でも楽しいですね。あの、時間を決めてやってます。あの、ただ、一時期ちょっと没頭したりすると、ちょっと時間忘れちゃうんで気をつけなきゃいけないんですけど、あの、皆さんもぜひね。 こういうういい遊びやってみてみはかかがでしょうか、えー、以上「ヤマトリのドールハウス」のお話でしたいや飛んだ沼にはまったよ五等分の花嫁沼にはまって、えー、映画見に行ってグッズも一通り買ってちょっと留飲が下がったところでこれですからねあでも五等分の花嫁といえばそうですね実はこのガルプラの改造で五等分の花嫁全員分作れるんじゃねえかっていう説あったんですよ でそれもやってでしたらもうあの5人の部屋あるじゃんあのマンションの方マンションの方マンションの方のダイニング作るってすげえ大変だぞありだね告知ですあでもねそれやるためには相当金かかるなえいや告知ですの前にさ概算でいくらかかるんだ まずそのキャラクターを作るのに金かかるじゃんまあでもできるわあの基本的に5つ子だからでもなそれだったら俺やっぱ素体ちゃんの男買ってきてあれだな風太郎も作りたいなんーああそれいいな可動式のフィグマが出ないんですよ五等分の花嫁は年プロドロイドは出たんですけどねいやー作ったら空前のバズりを見せるだろうけどお前何アカウントだってなるよねそれね <laughs> いやー作りたいなーそれなーそれはでもあれだよ五等分の花嫁が旬のうちにやらないとダメだからあダメだねはいということでね、まあ、ちょっと誰かがねあの爆裂な投資をしてあの3ヶ月働かなくていいっていうふうにしてくれたらやるかもしれないですねはい3ヶ月俺が働かなくていいっていくらいくらもらったらできんのそれ100万円ぐらいですかねうんということでどっかの富豪が僕に100万くださいしたらやります ということでヤマトリンのラジオカンファレンスはまあこんな感じで今日も枠を下ろしていくんですがえと告知私のこのガンダムのねカバーアルバムいよいよ出ましたファーストガンダム縛りのアルバムが売っておりますので通販でぜひ買ってください私の家から直接発送します皆さんの家の住所とかこちらの住所はわからないような形で発送ができるようなシステムを取ってますのでお気軽にぜひご購入いただければと思いますそれから同じくブースの方で販売している えー、オーディオドラマ私が脚本と監督を務めました「奇獣選手ビステリオントーマンズレポート、えー」こちらの方も販売中でございますヤマトリンのこの夏の最新の楽曲がそして、えー、音源が、えー、全部詰まってますので、えー、僕の最新を知りたい人はぜひ買ってくださいよろしくお願いいたします、えー、ヤマトリンのラジオカンファレンスはいつもコメントお待ちしておりますので皆さんどうぜひ動画のコメントそれから、えー、もし皆さんに見られたくないと匿名の メールが送りたいという場合は Twitter の DM で送ってください、えー。ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。ヤド取ンのラジオカンファレンス第178回でしたっけ ?177 回かな、えー、また会いましょう。See you next time! バイバイ